はい、皆さんこんにちは、西です。今日ですね、この車両のね、動力車ね、N ゲージの線路をね、走らせられるようにね、ちょっとやっていきたいと思います。まあ、これをね、まず前回の動画ではですね、このカプラーの部分をね、組み立てて、あと金属の車輪にしましたね。車輪の部分はプラスチックだったと思うんですけど、こういう感じで、あと金属ウェイトとかね、入れて、車体と、ボディがね、ちゃんとはまってないように見えるんですけどね、ちょっとよくわかんないです。まあいいです。まずね、これをね、剥がしていかなきゃいけないと。これ簡単にね、剥がれますね。横浜地営地下鉄3両セット。なんか昔は3両セットだったらしいです。3両セットです。3両編成だったらしいです。これをちょっとね、外せればいいんだ。あれ、取れない。取れそうで取れないっていう。取れましたね。はい。こういう感じでですね。はい。分解します。そして、車輪の部分ですね。車輪の今、人差し指で触ってる部分ね、金属の車輪に取り替えます。また取れちゃった。先頭車両のこのパーツがね、取れちゃうんですよね。後でつければいいんで、別に問題はない。はい、これがプラスチックの車輪でございます。で、これが金属の車輪でございます。簡単にはめることはできるはず。横浜市営地下鉄3、僕がもう物心ついた時はもう6両編成でしたけどね。横浜市営地下鉄もよく乗ってましたよ。僕が小さい頃乗ってた市営地下鉄ってもうこれでしたね。これによく乗ってましたね。マイクロエースさんでもね、鉄道模型 N ゲージ、横浜市営地下鉄売ってるんですけどね、やっぱ2万8000円ぐらいしますもんね。それだけ価値が、生産してないんでしょうね。生産して、横浜市営地下鉄とかあんまりマイクロエースさん作んないだろうか。 JR とかね、結構量産してますけどね。 JR の車両とか京急とかね。こういう感じで、今、これ金属の車輪に変えました。あと、こっちですね。こっちの部分も金属の車輪。これで K です。で、これ金属。車輪とかもね、予備、部品なくした時の予備とか全然ないんでね、ちょっと慎重にやんなきゃいけないという、そういうところがありますね。はい、こういう感じで。慣れればすぐ終わっちゃうね、これね。特に今のところ工具とかは必要ないかなっていう。ハサミさえあれば部品切り取るのね。はい、これで金属車輪つけました。今度は、これか。金属ウェイトって、
金属プレートなんですけど、はまんないか。このオレンジの部分を外すと、でこの金属プレートがあるんで、これを乗っけますね。まあこういう感じで乗っけて、その上にこれを乗せると、なんかねはまってる感じはしないんだけど、金属ウェイトない方がいいんじゃないかなって思ったりもする。こういう感じです、まあ、こういう感じで乗っけると。あーでもまずこれよりこっちか、このカプラーを変えた方がいいですね。この人差し指で触ってる部分ですね。これ今外しまして、コプラをつけて、ちょっと待ってくださいね、部品1個じゃないか。なんか部品がねあるんですよね、これ。これがあって、これをニッパーで切ってですね。あれ、これ2つつけるのかな？こういう、結構ね、ニッパーなくてもまあできるっちゃできるけどね。まあ本当は手で文字はいけないんでしょうけど、ちょっとこれはよっぽど専用のニッパーがないとちょっと切れないかなって、あの100均で売ってるでっかいニッパーじゃ切れないかなって。やっぱ完成品ね、こういう組み立ててやるってあんまり僕やんないんで、まあ走行用パーツニッパーでねちゃんと切ってくださいって説明書には書いてんだけど、こういうのも熱中するとね、今夏場ですからね、暑くてねすぐ汗かいちゃうんですけど、ニッパーで切ろうにも隙間がなさすぎてね、ニッパーで切ろうにも切れない。鉄コレね、鉄コレも面白いね。でもこうやってね走行用パーツに交換してさ、ねえ、なかなかでかいハサミしかないからね、いいのかな。これで引っ掛けて、
とつけやすいようにね、回転させるっていう。今これが正規の位置なんですけど、ちょっと車輪をつけやすいように変えてね、手で反転させて、こういう状態。カップラー取り付けるところ今左に行って、ちょっと回転させて、まあこういうふうにカップラーを上につけやすいようにします。まあ部品がね小さいんで慎重にやらなきゃいけない。これってこれもつけなきゃいけないんだ。結構大変だな。こうして、こうして、でカプラーをつけると、あ、こうなんだ。これでカプラーがつけました。今人差し指で触ってるところであり、こっちも部品1個、もう1個つけなきゃいけなかったんだ。すいません。まあ、今回今部品2個使ったんですけど、前回の動画でね、これ部品1個しか使ってないんですよ。だから2個使わなきゃいけないですね。だからこれも付け直しですね。まあ、落ちちゃった。まあ、やってしまう。あら、カップラーまで落ちちゃいました。ちょっと待ってくださいね。すぐ開いた。まあそんなに大きい部品自体は、ね、まあまあ大きいんで、ね、そんなにすぐ見つけられるんですけどね。あまりにこれまだ大きい部品ですけどね、あまりにちっちゃいともうすぐなくなっちゃいますからね。また買わなきゃいけないとかね、そういうの。加藤とかトミックさんの部品ってね、まあ信号円管とかね、結構部品ちっちゃいんですけど、まだいい方でね、まだ自分で組み立て取り付けるっていうのが少ないんですけど、マイクロエースさんや、ね、グリーンマックさんとか結構自分で組み立てさせられるんでね、まあだからその分安いんですけどね。車両とかある程度完成品は完成品は完成品なんですけど、なんか自分でつけなきゃいけないパーツが結構あってですね、まあ多分そういうの込みで、まあ安く売ってんでしょうけどね。まあなんで結構大変だなって。まあ、これでいいでしょ。これでいいんだけど、あ、これを先に、ん？OK。あ、逆につけてた。まあね、僕よくホビーランドポチに行くんですけどね、明日、明後日、今金曜日。23日に今これ撮ってるんですけど、明日明後日が神戸でねポーチフェスが行われるってことで、で7月の13、14、15だったかな、あの3連休あるとこね、そこで横浜のポーチフェスがあるんでね、まあ、ちょっと覗いてみようかなとも思ってるんですけど、これどうやってつけるんだろう。
こうか。こういうこと。あ、こうだね。はい。これで、カプラーをつけると。あ、これで、カプラーがつきました。カプラーの向きとかも後で考えなきゃいけない。なんかにうまくはまってる感じがしないんですけどね。まあそれはいいのかなって思うけど、はい、まあこういう感じですね。まあ先頭車のこっちのカプラはつけなくていいのかな。先頭車なんでね。なんで、あ、ウェイトつけるの忘れてた。次はウェイト。金属ウェイトつけてない。ロールでなんかすんなりはまるなと思った。なきゃダメなのかな。まあスピード出した時にあれか、ある程度重心がないとすぐ脱線しちゃうから、こういうウェイトつけさせてる。まあ僕はあんまよく分からずにやってるんで。なんかにうまくはまってる感じがしない。いい感じか。なんかすぐボディがね、ペロッと取れそうな感じもしますけど、一応これでね、まあ車輪をね、金属用にしてるんで N ゲージの線路でも走れるようになっている。でこれカプラーつけたんで、あと金属のウェイトですね、これを乗っけてですね。このオレンジの乗っけて、まあ、本当にこれでいいのかちょっとわかんないんだけど。で、この前のパーツね、これですね、これがなんか取れたんで、これをつけて、あ、ここにつけんだ。ああ、いいですね。これで先頭車、あれこの他いかないな。あら、また、ちょっと金属ウェイトずれちゃってる。まあ全然ね、YouTube の投稿もしてないんでね、ちょっと。たまにはね、こうやって。雑談まで見てないけどね。だから本当に喋るの苦手だからね。喋るの得意じゃないからね。
グッド鉄道チャンネルさんみたいにね、流暢な日本語でペラペラ喋れればいいですけど、なかなかね。あ、なんかハマった。あ、これ多分走れると思います。ね、いいですね。ハマり具合がなんか違うな。こっちの方がうまくハマってるけど。高さ的には一緒だな。まあこんな感じで。で、今度はね、じゃ次動画にするときは、今度は中間車ですね。これの動力ユニットをね、話しながら組み立てたいと思います。まあ以上で、こんな感じで終わりにしたいと思います。以上で、西でした。